ゆっくりしていってね。どうしてこんなことに。さあ、あいつのことだからどうせまたろくでもないことでもしたんじゃないの。てか、ヨウムのやつって犯人判例だし死んでるのと変わらないんじゃないの。いや、そういう問題じゃないと思うんだが。てかあいつ残機400機ぐらいあったわよね。別に1機ぐらい変わったもんじゃないでしょ。どうやら事件のようですね。誰？てかどっから喋ってんだ。ここですよ。あら、サナエじゃないの。一体どうしたの。ふふ。今の私はただのサナエではありませんよ。今の私は、たった一つの真実見抜く見た目はまんじゅう、頭脳はニコラ、テスラ、その名は、名探偵、サナエ。いや、あのさ、どうしました霊夢さん。かっこよく決め入ったところいいんだけどさ、そのセリフ。霊夢さん。何よ。その話は、二度と口にしないでください。いいですね。あ、はい。そんなことより探偵ならさ、このヨウムの問題をどうにかしてくれよ。ふふ、私はその問題の解決のために来たんですよ。さてと、ふむ。出血は頭からのようですね。つまりヨウムは頭に何かをぶつけて死んだってことね。いや、ただ単にこけたって線もあるぞ。いえ、それはないでしょう。頭に何かがぶつかったような跡が残ってます。ということは、他殺ってわけか、その可能性の方が高いですね。しかし、何かぶつかったのは確かなんですが一体それが何かまでは。まあそれをコツコツ調査していくのが探偵ってもんでしょ。そうですね、それじゃあ早速。その必要はないよん。え、今の声って。そういう、さあ、生き返った。だと、いやただ残機一つ消費しただけよ。話は死んでいる間に全て聞かせてもらったにょん。死んでいる間に聞くってどういうことだよ。まあ死んだ本人が生き返ったんならなんで自分が死んでしまったのかわかるんじゃないのかしら。もちろん、自分の死因は把握できてるにょん。よし、そうと決まれば教えていただけるでしょうか。確か。今日も平和にょんねー。この前マリサを捕まえてイチャイチャしようと思ったのに。なんであんな行動取っちゃったんだにょん。はぁ、こうも平和だと逆に落ち着かないにょん。一体何の音だにょん。おわというわけなんだにょん。わかったかにょん。なるほど。空からエネルギー弾ですか。あ、どうしたんだ。もしかして犯人がわかったのかにょん。いや、それだけではわかりませんね。もっと証拠を集めないと。サナエ。どうしたんですか霊夢さん。犯人あんたね。何を言ってるんですか。探偵である私がなんで。さあ、サナエ、本当はどうなのよ。はい、あなたの言う通り私が犯人で間違いありません。なんだと。てかサナエの喋り方なんか変じゃないかにょん。まあ、私がサナエの思考をコントロールしてるんだけどね。え、どういうことだにょん。ふふ。実は前にマリサにマザーリュートで突き刺された時に私の体内にマザーリュートの能力がごくわずかに残ったのよ。ああ、なるほど。だからサナエを操れるってことか。まあ操れるって言っても私より能力値が上のやつには全く効かないんだけどね。まあそれはともかくとして、さあサナエ、もっと詳しく話してもらおうじゃないの。承知いたしました。アルハイマからに、30分ほど前の話。サナエが探偵。ねえ、何がそんなにおかしいんですか。いや、別にそんなことないよ。ただ、なんて言うんだ。サナエってそういう絵じゃないよな。ねえ、危ない。悪かったって、ちゃんと謝るからさ。もう、まったく。なるほど。よし、もう自由にしてやるわよ。あれ、私どうなって。あれ、この口はまあ。探偵とかふざけたこと抜かしやがって、細切れにしてやるにょん。待ってください。本当に不慮の事故なんです。サナエ。諦めなさい。切れたヨウムはあなたじゃ止められないわよ。さあ覚悟するにょん、サナエ。誰かやっぱりお前らじゃスペックが足りんか。いつまでこんなことをし続けるのさ。まあそういうな。後でアメちゃんでも買ってきてやる。私たちを子供扱いしないでよ。もういや。このまま実験し続けるといろいろまずいことになるな。仕方ない。スペックも高かったしもっと高度な実験に使う予定だったが。
マジックジェネレーターの実験を行う。